足の悩み相談室、ウォーキング専門店フラット仙台東口での佐伯でございます。本日は1月8日日曜日でございます。本日はですね、おかげさまでありがとうございます。17周年に、なりました。累計中敷き、作成枚数が 18,530 枚でございます。毎日ですね、お悩みの方がご来店していただきまして、中敷きを、作成作って、いただいております。ありがとうございます。昨日のお悩みの相談の方はですね、膝を骨折して、今はですねだいぶ良くなって、杖をついて歩けるということで、もうちょっと安定したいなということで中敷きと靴を、お買い上げいただきました。どういった靴をお買い上げいただきましたかと申しますと、こちらのアシックスのペダラの靴になります。意外とこう軽革なんですけども軽量ですね。でここが外張りになってますので、しっかり革がへたっても紐締まることによって包んでくれるという靴です。そして、かかとがよくしっかりしておりまして、ここのサンク、ここのところにもですねプラスチックを使ってねじれに強い、どうしてもですね、ここが柔らかくて不安定になりますと、体の支えがなくなってこうぶれてしまいますね。杖をついたお客様でも下が安定してないとどうしても不安定になってしまって、冬の今時期は非常にこう危ないことになりますので、安定した靴が大事ですね。それに、オーダーメイドの中敷きを入れて、土踏まずをピタッとフィットさせたものを入れていただきますとさらに安定します。昨日もですね、作成、中敷き15分で作成するんですけれども、昨日来て、お作りいただきましてすぐ履いて、帰られました。この靴と中敷き最初からあれば、転倒して骨折することもなかったですよねなんて言っていただきましたけれども、本当にありがたいです。履いていてですね、調子悪いとか、そういうのございましたら、すぐ無料で調整もさせていただきますので、ぜひ皆様の足のお悩み等々ございましたら、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。皆様のご来店お待ちしております。